愛知県保衛軍の一保衛軍は、かつて愛知県にあった軍。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は、下記の区域にあたる。当該区域の面積は226.98平方キロメートル、人口は27万9772人。4世紀後半に保国、7世紀後半に三河国保表、8世紀の律令制以降は、 法要軍である。さらに、宝藩軍と合期され、現在の保衛軍に至る。十世紀までは、下ら軍域も保衛軍であった。三河国の国府、一宮、宗社国分寺、国部天寺らは保衛軍にあった。これらは、現在の豊川市にあたる。東三河では、悪味表と並んで、保表は、古くから設置されている。中世では、 支配者であった長山一式城主の一式地家が、大沢城の旗の前景に打たれ、彫軍における戦国時代が幕を上げる。その旗の前景を打ち果たした、牧野古白の後衛にあたる牧野城、牛久保城主牧野家などの牛窪六鬼と、西部山幹部には、長沢城の長沢松平家、豊川下流域には、稲城主、本田彦八郎家、南西の海岸部では、 上野工場の宇戸野氏などが勢力を保持した地域。やがて、徳川家康が今川市の支配力を排除するが、その家康も関東へ移法され、吉田城に敗された池田照正の支配下に入った時期もある。明治、大正時代と豊川西岸に軍域が広がっていた。軍役所は当初五湯町に置かれ、後軍のほぼ中央の国府町に移転し、百二十六年の 軍政廃止を迎えた。なお、国府庁には、1942年7月から1955年11月まで、小イ地方事務所が置かれていた。平坂街道の星越峠を境に、東側を東方地方、西側を西宝地方と呼んだ場合があった。幕末の地行町村政施工時の33村1、五湯村2、赤坂村3、長沢村4、萩村5、 平畑村6、保元村7、総富村8、本持村9、麻生田村10、むつみ村11、豊川村12、牛久保村13、秋子村14、大村15、下地村16、鹿菅村17、豊秋村18、前。 柴村19、稲村20、白鳥村21、国府村22、沢木村23、大間村24、水戸村25、大塚村26、三谷村27、豊岡村28、蒲郡村29、清里村30、神の合村31、塩津村32、片野原村33、西の浦村自治体の変遷。ありがとうございます。